どうもこんにちは、おじゃるです。今回は今話題のチャット GPT の導入方法と Excel で簡単に使う方法を紹介しちゃいます。もう早速検索のところにチャット GPT って入れちゃってるんですけど、チャット GPT 検索するとこの一番上に OpenAI 社が作ってるっていうのが出てくるので、これをクリックしてください。そうするとですね、まあ、英語のこのチャット GPT のサイトが出てくるんですね。まあ、正直ここを読んでも読まないでもどっちでも大丈夫です、入れるだけなら。でまあ下になんかいろいろとざーっとあります。なんか例えとかですかね、例えとかがバーっとあって、今回使うよって方はこの左側のチャット GPT を試す、これを押してください。そうするとこんなちょっと待ってねっていう画面が出てくるので、ここで少しの間待ってると何が出るかな。ああそうだ、ログインとサインイン、サインアップっていうのが出てくるので、皆さんはこの右側のサインアップっていうのを押してください。そうするとこの画面出てくるんで、 Gmail のアカウント持ってたり、あとは Microsoft のアカウント持ってたら下を押してください。もし持ってなかったらメールアドレスを入力して同じように進めていく感じになっていくと思います。で Gmail、 G アカウント持ってる人は今みたいに押してもらうと、まあ、またちょっと待ってねっていうのが出てきてから、次に電話番号を入れてくださいっていうのが出てくるんですね。ちょっと時間かかる。あ、違うな、その前に名前ですね。名前を入れてくださいっていうのがあるので、今回僕は Excel おじゃるっていうあの Gmail のアカウントのまま表示されるので、それを入れてください。その後は電話番号を入れてくださいっていうのが出てくるので、ここは通常通り自分の電話番号を入れると、次にメールが届くんですね。でそのメール届いた番号をそのまま入力してもらえれば、もうそのまま使えますよと。でその前になんか注意事項とか出てくるんですけど、ここは特に気にせずに OKOK って NEXT っていうのを押してってもらえれば問題ないと思うので、ここはそのまま NEXT をポチポチと押していくと、まあ、使えるようになりますよと。この画面ですね。この画面が、まあ、チャット GPT 使える画面っていうのになってるんですね。で、実際に Excel って、Excel で便利な、お、打ち間違いでますね。Excel で便利な関数を10個教えて、これ入力すると、今これ10倍速なんですけど、バーって出てくるんですね。まあ、日本語でやるとやっぱベースが英語なのでちょっと遅いんですけど、日本語だとちょっと遅くなっちゃうんですね。でまあ実際にちょっと Excel でデータをちゃちゃっと作ってやってみようってことで、実際にここで Excel にデータ入力していくんですね。まあ後でチャット GPT を使いながらっていうのを見ると分かるんですけど、この表を作って、表をそのままコピペして、この表の中でこんな作業したいですって言うと、まあ、関数であったりとか、あとはマクロのコードとかもこう表示してくれるんですね。じゃあもういらんやん、知識いらないじゃんって結構皆さんこう Excel AI とかで調べたりして出てきたりとか、あとはまあなんか AI すごいみたいな話を最近よく聞くと思うんですけど、実はそんなこともなくてですね、AI の技術はどんだけ分かってたとしても、まあ、Excel だったら関数とかマクロの基礎知識がないと、その中身を変えなきゃいけないところが分かんないとかなるんですね。あ、んでさっきの、そうですね、Excel のデータをコピーして、ペーストしてもらって、で、下に、これはなんか全角表示になっちゃってるので、直るかな？おー、直った。で、各教科の平均点が分かる Excel の関数を教えてって打つとですね、こうやって実際にバーっとさっきみたいに出てくるんですけど、ここですね、わざわざ国語、算数、英語ってそれぞれの関数を出してくれるわけですよ。すごくないですか？もう聞くだけで関数分かっちゃうんです。で、これあとはここにコピーペースト
ペーストか、ペーストを押してもらえればいいんですけど、このペーストした時に中身が、表が一番左上の A1 から始まってるっていう風に認識しちゃうので、ここの、まあ、さっき言った通り中身を直さなきゃいけないんですね。なので今回でしたら中身を直してこれで完成って感じですね。まあ、こんな感じにチャット GPT めちゃめちゃ便利なので今後も紹介していきたいと思います。ショート動画メインでやってるんですけども、こういう長編動画もちょくちょく出したりしてるので、チャンネル登録していいねして待っててください。では